はい、大将です。本日6月24日月曜日ですね。大井競馬が始まりまして、水曜日帝王賞がありますので、ちょっとまあ馬場の状態とかも見たいっていうのもあるし、まあ平日競馬お小遣い稼ぎで、予想していきたいなと、思っております。昨日の、宝塚記念、本命ブロザホンですね、見事来てくれました。ババもうババ適性がある馬が来ましたよね。まあ、プラダリアが来たらね、まあ服2000円持ってたんでね、まあもうちょっと稼げたかなと思いますけど、裏で500円持ってたんで、3連服1500円分、的中しております。16000円、結構つきましたよね。25万ぐらいはなったかなというような感じでございます。ありがとうございましたという感じです。さあさあ、今日も当てて、帝王賞につなげれたらなと、思っております。結構平日ね、まあショートとか見てもらったら分かると思いますが、結構当ててるんでね、ちょっとお小遣い稼ぎできるかなっていう感じですね。まあ、B3 戦なんですけどね、戦6ですね。まあ、ババがおそらく重ババかな。まあ、昨日の雨とかも影響があるやろうから、まあ重ババ想定である程度時計も速くなるんじゃないかなというような感じですけどね。まあここはまあ三重のサンダー前走、まあ B3 強かったですよね。もう実際 B3 勝ってますからね。でまあマイルも1000、大井も2200と、まあほぼ隙がないんですが、まあこの2008あたりをずっと走ってきて、まあ C1 戦で16走ってるんですけど、1分42秒7、まあこれはまあこれが強かったのかと言われれば、まあ普通ぐらいなんですよね。だからまあここB3 の1008は勝ってるけど、 B3 のマイルはまあ初めて走るわけなんで、ここ頭危険かなと俺はなんか踏んでるんですよね。で相手もちょっと臭いのが多い E3i ヤクモ、まあ穴はクラウンシューターかなと思ってますけどね。2走前、赤坂賞か、マイルダートの主でね、マイル1分44秒3で、これ結構ねいいレースしてましたもんね。前目につけて、まあこのような感じで、まあまあ赤坂賞、まあ4着がヤクモやったですよね。まあ E3i とか人気してますけど、6着でしたもんね。その時リコールガーは 8着やったよね。まあその相手が紛れる可能性かなり高いで、三重のサンダーも頭とも言い切らない、人気薄の頭があっていいんじゃないかなと。まあということで、今三重のサンダー以外で、消してる馬以外やったら 1,2,3,4,5,6,7,8頭の残ってるんですけど、これなんか人気薄の頭あって三重のサンダー 2,3 着全然あるなと思ってるんで、三重のサンダーがもうほぼ頭1着か2着やったら3連服で行こうかなと思ったけど、2、3着全然あるかなと思うんで、ということは配当が跳ねるということで、12番から一等軸、3連単流しですね、168点、ちょっと多いですけどね。これちょっと紛れれば10万馬券とか出そうな感じしますけどね。ちょっと狙ってみたいなと、思っております。まあ昨日勝ったんでね、ちょっと強気に行ってみたいな。三重のサンダー勝たれたらね、3連服の方が良かったねってなるけど、全然 2,3 着はあるかなと思ってますけどね。こちらですね、馬券はね。これでちょっと当ててね、水曜日の帝王賞、ほんで自分、福岡県北九州市出身でございます。今週は、北九州記念が、ありますね。北九州市民ならもう G1 でございます。
宝塚ぐらい気合が入っておりますので、また週末北九州記念のね、最終決断を出そうと思っております。なかなか好調なんじゃないですかね。まあ見てもらえれば分かると思うけど、動画結構当たってますもんね。だけどまあここもしっかり当てて、まあ、ガミはやめてほしいですねこれね。宮野サンダー頭お願い2、3着ということでね、ちょっと狙っていきたいなと思います。それでは大将のね、多い11レース、まあ、メインですよね、淡路坂賞の最終決断でございました。はい、ありがとうございました。